はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。第18話空っぽな私たちが放送されましたが、情報が多すぎても整理するのが精一杯なんですよね。まあ、スレッタの正体だったりとか、シュバルゼッテ、ガンドノードなどね、たくさんあるんですけれども、まあ、すでにね、大手の考察チャンネルさんとか、いろんなところでね、たくさん掘り下げられているんですが、今回ね、ある意味結構キーパーソンとなってくるのが、セセリアではないかなと思っております。今回セセリアドードね、出てきましたけれども、つい笑ってしまいましたね。おそらく歓喜した人も多かったと思います。もちろん本作においてサブキャラも見せてくれる構成なのもシーズン2においては目立つので、まあ、制作陣営の遊び心な部分ももちろんあると思いますが、実はあのシーンは今後重要なのではないかと一部で囁かれています。今回はそんなセセリアの動向に注目していこうと思います。今後の展開をかなり左右すると思いますし、おそらくね、最後の切り札になるんじゃないかなと個人的には思っているので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察等あればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まずセセリアのね、公式での解説を改めて見てみようと思います。こちらセセリアドードはね、ブリオン寮に所属する経営戦略科の2年生となっていて、決闘委員会にも所属。とにかく口が悪い、皮肉や嫌味を言うことをかけて彼女の右に出る者はいないとなっております。もうこの説明欄ですね、パンチがあるんですよね。これまで視聴者の中でもファンが多いキャラの一人となっております。まあ、口の悪さに関しては第17話の方でもグエルに対して再度向けられていたんですが、もうそれさえもね、愛着に感じてしまうほどのセセリアの存在感という感じです。負け入り記録が続いちゃうよってことでね、獅子と返されて驚く姿っていうのも記憶に新しいかなと思います。そんな感じでセセリアっていうのはそういう部分でしっかりこう人間味があるなっていうのも最近見えて取れるんですよね。そして今回そんな第18話では、ニカのことを密告した地球寮の寮長マルタンがその行為を悔いて、アスティカシア高等専門学校のカウンセリングルームへ相談に行っていました。仲間が罪を犯していると知って通報していましたよね。まあ、ハロが目の前にいて、相談室という感じで匿名性を設ける意味があるんだなと思いました。マルタンは寮長として仲間を守りたかったという思いを告げて、自分は間違ってなかったとハロに問います。そこでブッブーと音が鳴ってセセリアが登場するんですよね。度肝を抜いたマルタン、おそらく視聴者も同じ気持ちになったんじゃないかなと思います。そこでセセリアは、あんたとんだ裏切り野郎だねと悪い顔でね、このシーンは終わります。まあ、ただただファンサービスとして挿入したにしたらちょっと意味がわかりませんよね。まあ、状況や境遇を整理していくと、まずセセリアはシーズン2から決闘委員が入れ替わったりとか代役だったりする中で、ロージと2人で決闘委員会をある意味守っていた存在かなと思います。そしてこれまでネタ枠として思われていましたが、決闘委員としてミオリネの花婿誕生日まで見届けるという、まあ、意義があるというか、そういう責任があるよってことをね、言っていたのが記憶に新しいかなと思います。一方マルタンですが、ニカはしばらくグラスレー寮に幽閉されていますよね。今後このまま行くというのは考えにくいので、マルタンが罪は罪と認めた上でニカを許す、フォローする展開が予想できます。そしてニカはホルドの夜明け連絡係という点も考えると、ここでセセリアがこれを知ったことで結果的にグラスでシャディクを追い詰める一点になるのではないかと考察します。現在シャディクはガンダムの出所やその他をプロスペラに黙秘していますよね。ニカの存在やその全てが明るみになれば、おそらく大打撃を受けるのは間違いないと思います。現在デューデリエンスだったりとかね、いろんな部分でシャディクっていうのは順調にことを進めていることと、あとはね、この内部事情だったりとかベネリットに関してもかなり詳しい存在となっているので、おそらく外側からしっかり固めていっている状況だと思います。でミオリネっていうのはどちらかというと本当行き当たりばったりな感じもするし、結構、ね、地球に渡ったりすることってかなりリスクが高いと思うんですが、この中でミオリネが追い詰められたタイミングでブリオン寮のセセリアが出て、この今回の一件というか、まあ、連絡係を雇っていたこと、ホルドの夜明けとのつながりがあることが明かされて、大打撃を受けてシャディクには任せられないという結果になるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、グラスレーとテロ組織がつながっている可能性を示唆することになるので、代表戦の時にグラスへ優勢に切り崩す一点になるかもしれないという部分がおそらくあると思います。ちなみになんですが、今回のこちらセセリアが登場した場合なんですが、まあ、ウテナのオマージュだったりとか、ひょうきん懺悔室などいろんな表現されていて、おそらくオマージュを意識されたんではないかなという情報もあるので、こういう遊び心があるのはもちろん間違いないと思います。まあ、ブリオン寮のね、ロージも含めてなんですが、自分たちが学園を守るために探偵的な立ち位置で動くのは結構熱いですよね。はい、今回こちらセセリアの今後の展開について、今回第18話で出てきた内容について触れていきました。まあ、いずれにせよもうなんか視聴者にとってはこうスパイスが効くというか、出てきてほしいキャラクターではあるので、非常に嬉しい展開かなと思います。まあ、ブリオン寮に関しては、ね、ただのモモキャラというよりはおそらく本編に関わってくる可能性もあるので、今後の展開に期待です。
ぜひ皆さんのセセリアに関する思いでも、もしくは展開予想でもいいので、コメントしていただけると嬉しいです。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。